それではここからは、第3部というふうになりますが、指定討論とパネルディスカッションということで進めていきたいと思います。それでは指定討論としまして、OE ジャパン前代表理事で大阪大学教授であられます、竹村春夫先生にお願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はいはい、こんにちは。聞こえてますでしょうか？聞こえてます。私、理系の出身なんで、この指定討論っていうのはまず何かよく分かってないんですけれども。その皆さんの、プレゼンを聞いて、いろいろそれをまとめたり問題点、あるいは感想を言えばいいのかなと勝手に解釈してるんですけど、大丈夫ですか？結構です。はい、はい。で、実は今日もう大学は大阪大学も正式にやっと4月は対面授業を原則しないというのを決めまして、で、それの対応にてんやわんやでですね、私もちょっとその関係で、前半が聞けていなくて、スライドしか見ていないんですけれども、ちょっとその、画面を共有しましょうね。ですから何もこのパワポもきっちりできてないんですけれども、最初、皆さんのご意見をお伺いしたいなと思ったのは、やはりその、ヴィレムと、それからポール・スペイシーの、プレゼンなんかを見てるとですね、海外と日本ってやっぱり、随分こう動きが違うなと。コロナウイルスに例えるのはちょっと今日まずいかもしれないです。海外は動きがずっとエクスポーネンシャルでもないけど、リニアにどんどん盛り上がってるんだけれども、日本の動きというのは非常にゆっくり進んでいると。で、これ何かな？こういう話があるたびに、これは何が原因かっていうのをよく気にしていて、で、皆さんのご意見を伺いたいんですけども、一つは、シェアする文化に対する文化的な要因があるのかなと。これはよく見てたらわかるのに、そのオープンソースとかの動きを見ても、日本からのコントリビューションって、あんまり多くないようなものです。もちろんその、いくつかは優れたものがあるんですけれども、全体の動きの中で主導権を取っているようなものはあまり見当たらない。それから、ウィキペディアなんかのですね、項目数を見るとだいぶとたくさんあるんですけれども、記述の詳しさとか中身を見てみると、やっぱりその英語とか、英語じゃなくてもうちょっとその、気象言語でもですね、きっちり書いてあるところがあったりして、なかなか、違うなと。これなんでかなっていうのを少し非常に興味に思っています。それからもう一つはもうこれは言われている政治的要因というか、日本、政治的要因なんかわからないんですけども、オープンというものに対して日本はなかなかお金をつけてくれないというのが、常々思っています。で、千代さんの発表にもありましたけど、アメリカではそのいわゆる支援財団みたいなのが、非常に多額のお金を持っていて、それで支援をしてくれていると。ところが日本はそういうのは非常に少ないなと。で、多分、そういう意味ではですね、OE ジャパンも、アスカアカデミーさんも、J ムークも非常にその辺は苦労して苦心されてるんだと思うんですけども、そこをなんとかですね、良い解決策がないかな、あるいは、と思ってるわけですね。特にその、教育というところになると、管轄がいろいろあって、K-12 大学は文部科学省ですけれども、社会人教育とか職業教育になると厚生労働省だし、障害教育はまた文科省かもしれないし、で、かつそのディスタントラーニングというと、通信が入ると総務省が絡んでくるという、この不思議な構造、これがですね、どうすればいいんだろうというふうに思っております。で、あと、日本の状況は OE ジャパン、アスカアカデミー、J ムークのお話を聞かせていただきました。で、三者三様にこう特徴があるので、これコラボレーションをすると、何か良い効果があるのではないかとは思われるわけですけども、それをどう皆さんお考えかというのは、ぜひお伺いしたいなと。で、欧米ではですね、昨今デジタルトランスフォーメーションという、考えがあって、デジタル技術を使ってですね、今までの社会の中に今まではデジタル技術を使ってそれを便利にしようという話だったんですけれども、今度はデジタルテクノロジーそのものに、いろんな社会構造を合わせていくと、もっと、今まではできなかったことができるようになるという考えがあります。で、そういうところに加速する、これもちょっと不謹慎な言い方かもしれないですけども、
小学校を休校にする、クローズにするぐらいであればですね、そこから、その教育をいかにこう、ディスタントラーニングとか、まあ、カーンアカデミーのようなものとかで、こう、教育を継続させるっていう考えを、があんまり出てきてないように思うんですよね。そこはどうしてかなって。まあ、大学も、反対は全部オンラインにすると、宣言はしましたが、できるかどうかわからないので、大変なところなんですけれども。でも、一つのその、チャンスと、まあ、ピンチをチャンスに変えるというような、取り組みを考えるべきでしょうね。だとすれば、まあ、その、なんていうんですかね、まあ、政府も経済対策でいくか、いろいろ考えてるわけですけれども、もうこのネットの通信をタダにしてとか、それをサポートするとか、そういうのはあると思うんですよね。そうすると、今までだと、そうは言ってもパケット代が払えないから家でその教育が受けられないって言ってる人が受けられるなとか、まあ、そんな辺のご意見を聞かせていただければと。まあ、それでそれが起こらないのは、まあ、微妙に思うんですけれども、日本のコミュニティ自体、社会構成員自体、若い人もデジタルリテラシーあるし、いいんだけど、意思決定をする人のデジタルリテラシーが少し、全体のサンプリングをした状態とは違う状態にあるんではないかなと勝手に思ってる今日この頃です。あとは、ま、最後、特にその、教育に関する取り組みっていうのは、日本の大学やっぱり研究、志向が強くてですね、研究第一教育は、ま、おまけみたいなところは、かなりあります。で、実はその、そういう不思議なことは、まあ、OE グローバルの会合とか出て、大学の研究をしている人、あるいは、まあ、いろんな大学を行ってもですね、訪問しても、優秀な研究者ほど教育に対しても非常に、増資が深いという気がしてしょうがないんですね。で、そのあたりを、なんていうんですかね、今日の三者の方のご意見を伺ったり、で、我々は多分それは、この辺のことをですね、よく考えると、それぞれの団体、OE ジャパンもアスカアカデミーも GM も、これからどういう方向にこう活動を広げていくかっていうのが見えてくるように思うんですね。こんな偉そうなこと言ってるけど、私もその、JOCW の、取り組みをしてた頃は、あんまりそういうことは、ですね、考えなくて、とりあえずオープンコースウェアとか OER はすごくいいものなんだから、みんなついてくるはずだと勝手にやるわけですよね。でも、それでは世の中は動かないと。で、いかに、世の中の人に対して、が、なぜ、ここへ向かってこれないかというところを分析して、で、そのために、どういう、まあ、ポリシーで、組織を運営するか。そういう、メタな考え方っていうんですか、それを、に非常に興味を持っております。ちょっと短いですけども、これで私の、最初のまとめとさせていただいてよろしいでしょうか、重田先生。はい、ありがとうございます。非常に重要なご視点提供いただきまして、まさにこれが指定討論でお願いできればと、当方は思っていたところです。画面の共有停止しますね。はい、もしよろしければ、はいはい、このあたりのキーワード結構重要になるので、はい、このままご提示して、いいですか。じゃあ先に、こっちかな。まず、こっちの方からいきますか。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、まず海外と日本ということで、日本の OER の特異性が、あるのではないかと。これ、私のパートでも、なかなかその認識は広まりつつあるが、実際の開発利用は進まないというところでも関係があるのかと思うんですけども、そのあたりの要因の、例えば文化的な側面、政治的要因というところについて、触れていただいたかと思います。で、ここからのパネルは、早速このパネルディスカッションというふうな形で移っていきたいと思うんですが、恐縮ながら、どうしますかね、私の方から、指名していってもいいですか。竹村先生指名します。いやいや、もう、重田先生に指名して。わかりました。じゃあ私が、ぜひぜひお願いします。私が自分で、OE ジャパンの人間として話しつつ、岸田様、小玉先生からもお願いするということで、私の方から振らさせていただきたいと思います。では、早速、この、一つ目のポイントについて、いくつかコメントを、していく中で話を広げていきたいと思うんですが、はい、このような文化的、政治的要因というのは、オープンエデュケーションの、広がりというところについて非常に大きいかな、というふうに、私は思っています。これはですね、大きく二つあるかなと思っていて、
一つはその、まあ、教育という、まあ、営みを誰がどう支えるかっていうのも考え方がやっぱ若干違うのかなという気はしてますね。これは別に欧米がというわけではなくて、まあ、世界のいくつかの地域でというふうに、あえて申し上げたいんですが、教育はこう社会が支えるもので、まあ、それに必要な、まあ、資源は、それぞれはこう出し合う中で、子供なり大人なりが、まあ、豊かに継続的に学んでいくの環境を作っていきましょうと。で、そういうところに、例えばその、まあ、IT 長者だったり、政府だったり、そういう方が持っている余剰のものを、まあ、社会、を良くするために、まあ、投入する一部としてそれを組み入れるというふうなマインドがあるのかなというふうに思っています。一方、日本は、うん、教育はある種サービスであって受益者負担が当然でしょうというところはどうも強すぎるのかなと。これはまさにまあ文化的というか歴史的要因が結構あるのかなと思うんですけども、まあ、一方でそういうものをですね、まあ、ある種そういうふうな考え方の中でいろいろなお金の配分も決まっているところがありますから、急にこれをひっくり返すのは難しいと。まあ一方で、まあオープンエデュケーションの中で、まあできてきたオープンテキストブックなんかは、実際まあこれまで世界で作られてきた様々な OER を、まあある種こう融合させて、まあ大学レベルで使える教科書を作ってしまって、これが無料であると。まあそういうものが、ある程度整備されると、特に仕組みは変わらないんだけども、まあ学生の負担を下げられるということで、実際社会のを良くすることに、まあつなげていける部分もあるのかなと思うんですね。なのでまあ、どこから取りかかるかというのが、日本においてはやはり海外と比べて違う知恵を働かせないといけないというふうなところは、非常に思います。そうですね。まずはその一つですかね。はい。というわけで、このあたりの観点、岸田様と小玉先生いかがでしょうか。どちらからでもぜひご発言いただければと思います。あ、小玉でございます。はい。聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。どうもありがとうございます。まあ、大変、今、興味深いご意見、概要をいただきまして、まずちょっと忘れる前に言っておきたいんですけども、まあ、J ムークとその他の、OER 様とか記者様とかの、連携ということですけども、実は記者様それから茂先生も、J ムークの幹部でございまして、すで、ね、に、連携しているということがございますので、まあ、そこはですね、ある意味一緒に考えていただければ結構だと思います。で、まあ、そういうことも含めて、JMOOC という立場で言うのはなかなか難しいんですけども、特に私はまあ国際連携ということで、海外と今、国際会議等でいろいろ発表したりするとですね、はい、まあ、JMOOC は先ほど言いましたように、アメリカが出たすぐに、2013年に設立したということで、アジアの中でも非常に新生ということです。それから、非常に得意なのは、やはり、まあ、JMOOC が自らこう、コンテンツを作るというよりは、あくまでコーディネーターという形で、いろんな団体様を、まあ、日本を束ねるという形で、まあ、調整しているという団体ですので、そこがですね、特にアジアの諸国の人たちとは全然違うと。で、アジアの人たちは、まあ、ある意味日本の特性に近いんですけども、まあ、国を挙げて予算を作って、で、こういったオープン、コンテンツをですね、作っていこうと。特に中国が非常に盛んですけども、まあ、そういったことでですね、まあ、JMOOCの立場としては、まあ、とりあえずコーディネートをするということで、特にアジアとは違うというところで、まあ、半分ご紹介ですけども、まあ、そういった形になるかなというふうに思います。まあ、ですので、まあ、そういったことを踏まえながら、日本を挙げてですね、連携をしていきたいと。それがある意味こう日本らしさというか、そういうところにつながるんではないかなというふうに思っております。で、逆にですね、中国、まあ、特にあとタイもそうですけども、そういったところをご紹介いたしますと、まあ、中国はご承知のようにもこのコロナウイルスの関係で、いち早くすべての学校を、オンライン学習にするというふうに宣言しているような感じですけども、それができるのはやはりその MOOC をはじめとしたこういったことがもう実は整っていたということがございまして、そこはですね、まあ政治的といいますか、やはりトップダウンを決めたということもあると思いますが、まあ、逆にですね、日本がちょっと遅れているところなので、まあ、そこは学ぶべきところではないかなというふうに思います。で、タイにつきましても、もうすでに、
私の方に来てるんですけども、コロナウイルス関係で日本は今どうなってるんだという問い合わせが来てまして、まあ、あちらではもう週に1回ぐらいこう単位の中の教育関係者を集めて、ズームで週に1回ミーティングをしているそうなので、そこに今呼ばれております。まあ、実は今日の夜だったんですけども、いろんなちょっと関係でそれがキャンセルになったんですが、多分来週あたりに私なりが日本の現状を紹介するという状況で、まあ、その辺もですね、JM 区の中で、コロナウイルス関係の委員会を実は作ったんですけども、まあ、まだ作ったばっかりで、まあ、ぜひとも志賀先生あたりでご紹介いただきたいなと今思ってはいるんですが、そういった状況で特に海外の方がですね今すごく動きが早いという状況がございます。すみません、お答えになっているかどうか分からないですけどそんな感じでございます。ありがとうございます。特にアジア地域の情報大変興味深いですね。それそのアジアの例えばいろんなプラットフォームとかコンソーシアムだと思うんですけど、ある程度その政府が温度取りをしているところが多いんですかね。そうですね。今言ったタイムークとケイムークは、まあオープンいわゆる放送大学系と障害教育系ってあるんですけども。まあ、どちらかの、まあ、国の機関ですね。だから関わってる人たちはみんな、まあ、国立大学の先生というか、まあ、公務員の方が関わっているという状況で、まあ、数年で数億円の規模の予算をかけてやっていると。まあ、中国は、まあ、まさにまあみんな国立ですけども、またその桁がですね、2桁ぐらい違うという状況で、まあ、そういう感じですね。あと、実はインドネシアももともと島国ですので、まあ、島の中でそのオンライン学習っていうのをもう10年ぐらい前から進めようという状況で、まだそのインドネシアムークみたいなのはないんですけども、まあ、非常に活発にやっております。それからマレーシアも同様で、今回の ASEM の会議はマレーシアで行われましたけども、ようやくまとまろうとしているという感じです。フィリピンも同様ですね。そんな感じです。はい。ありがとうございます。まあじゃあレベルの違いこそはある程度国の教育政策とか、まあ、人材育成の取り組みに、まあ、重なりながらそういったことも推進されているところが特にアジアは大きいというところですかね。そうですね。はい、一言だけ言うと結局日本が今こうどんどん下がっていってアジアの方がすごく活発だということがあってそれを反映しているんじゃないかなと思います。うん、なるほど、はい、それであればこれは何とかしなくてはというところですが、それは大変な局面ですね。ちょっと、はい、お願いしま す, いいですか、はい。まあ、海外と日本という時に今後10年で世界の経済の中心がアジアに移ってくると、したがってアジアの動きが世界に大きな影響を与える時代に入るというふうに思います。でちょうどムークは別にして e ラーニングっていう点では日本が中心になってアジア全体の e ラーニングをリーダーシップを取ってアジアエドテックサミットっていう動きが今あります。日中韓を中心に200社ぐらいすでに参加しており、今年の秋には第1回会議ありますけど数百社が入って、重要なのは日本がだんだん地盤沈下していく中で日本がヘゴメニーを取って今そのアジアのeラーニングが大きくなってきているかなと思ってます。ありがとうございます。はい、まあ、そういった取り組み非常に重要ですね。まあ、つまり、はい、ある種のまあ覇権の問題とも重なり合いながら その中で、はい、はいはい、ちょっとそのに関連してなんですけど、はい、まあそのいわゆる、職業訓練じゃないですね。その、まあ、会社等での教育、いろんな資格教育とかそういったものはかなり盛んに日本でも行われているようで、それは完全にその学習者のインセンティブの違いによるのかなと思ってるんですよね。つまり、もうこの会社で働くためにはこれをやらないとダメ。まあ、大阪大学でもいっぱいその、コンプライアンス研修とか全部 e ラーニングで来ましてですね、うん、やらざるを得ないと、うん、でそういうものはもうやらざるを得ないからやるんだけれども、自己実現のためとか、むしろその自分 の,、まあ、あの
まあ、興味のために、e ラーニングというのはかなりその、インセンティブの点でこうやっぱり続けるのが難しいと思ってる人が多いんじゃないかとも思うんですけど、いかがでしょうね。ちょっと先ほどのデジタルトランスフォーメーションとも関係すると思うんですが、企業が同質の人間を育てる時代でなくなって、はい、もう主体的に自ら学ぶ人たちを育てるしかないと。そうですね。はい。で、そんな中で例えばキャノンさんなんかは就業時間の中に自己啓発していいよと、つまり直接仕事につながらないことも学んでいいと、こういうことが実は新しい流れを生み出していくのかなというふうに思ってます。それと OER ってリアルの世界であるのかなっていうね、実際に大学、無料の大学があるのかとか、無料の研修ってリアルに存在するのか、やっぱりネットとあるいはデジタルと深く関連しているようにも思われて、かつ今企業向けで見ると就業研修っていうのもデジタル化していくんですよね。で、完全にネットに包摂されるし、就業研修の中の履歴も取られていく、そういう新しい動きが OER っていうのにものすごくまた別のパワーを生み出してくるのかなというふうに思ってます。私はその学ぶ側がかなり主体的にアクションを起こさないといけない時代に入ってきて、そこに期待したいという気持ちが強くあります。なるほど。今の岸田様のお話伺って私が思ったのは、それ企業の中においても言えることですし、はい、まあ、企業から、まあ、企業、つまりまあ転職だったり、ある種のキャリアチェンジをするときにも重要なポイントになってくるかなと思ったんですね。そうですね。まあ、つまり企業から企業にするときは、その自分がある種のスキルだったり知識を身につけることが自分にとってインセンティブになるので、はい、まあ、そういった、まあ、先ほどキャノンさんのお話ありましたけど、まあ、自己検査の時間をそういうことに使う、まあ、ある意味使ってしまうかもしれないところもあるわけですよ。うん、まあ、それなんですが、まあ、社会全体でその人材流動性が上がった方が、当然その安定した雇用ってことは大前提なんですけども、その方がその社会の活力自体がまあ増進されると、まあ、そういう中で教育の役割は大きいよっていうふうな、少しまあ引いた見方をすることも必要かなと思うんですね。ありがとうございます。あとはいかがですかね。まあ、政治的要因はちょっと語るとなかなか大変かなと思うんで、まあ、ぜひ語りたい。いや、まあ、パネルディスカッションは、まあ、扱いいろいろできますので、ぜひ、自由かったすにご発言いただければと思うんですけども、私なんか、興味深いのは、やはりこのデジタルリテラシーですよね。手前味噌なんですが、今、北大では、アドビシステムズと共同研究で、デジタルリテラシーの OER を開発して、この夏に公開する予定なんですけども、やはり若者はこういったことに感度が非常に高いので、やはりその日頃からそのデジタル、まあ、メディアとかデジタルの環境で、まあ、自分を表現したりとか、まあ、その中で自分のまあキャリアを見つけたりっていうことを日々してますから、やっぱりそこで何か自分が身につけるリテラシーは必要だろうってことで、そういうところにまあ自然に吸い寄せられていくところがあると。でもまあ一方で先ほど竹村先生おっしゃった、まあ、ある程度年齢層が上がってくる中の大きい部分がまあ、こういうものの必要性をなかなか認識しづらい、まあ、本当はこれがあることによって仕事の幅も人生の幅も広がるところがあると思うんですけど、なぜかそれが難しいっていうところなのかなとは思いますね。このあたりちょっと私もまだ若干曖昧なので、よく想像でしかものを言えないところなんですが、何かこのあたり先生方ご意見ございますでしょうか。まあ、結局ですね、そのデジタルリテラシーを身につけるっていうのは、そのいろんな、例えばスマホとか、まあ、いろんなそういうガジェットの存在を知っているだけでは絶対ダメで、うん、それを使い込まないとダメだと思います。うん、で、実は最近私はほとんど本は電子書籍を買うんですけれども、最初、まあ、昔のアマゾンの一番最初に出した、Kindle Kindle も買いましたけど、あれ最初に買った時は全くこれはちょっと使いにくくてどうしようもないと思ったんですけども、うん、だんだんそれでもやってるとですね、まあ、特に最近老眼ですからフォント大きくして見れるとですね、すごいこう楽と。で、しかももうその一瞬にしてダウンロードできるっていうのでですね、で、しかも結構読めるんですね、難しい本、長い本でも。で、いいのはしかもマルチデバイスに対応してるから続きを大学で見てて、続きは家で別のデバイスで見てとかいうことができなくて、非常に重宝してます。
で、まあ、で面白いのは、例えばその、あの、授業も時々私もビデオで講義をするんですけれども、学生にこう生身の僕から聞くのとビデオで見るとどっちがいいって言ったら、ビデオの方がいいって言うんですよね。まあそれは多分一つは家でリラックスして見れるからだと思うんですけれども、まああの、カンアカデミーなんかのテッドトークで言ってましたけど、わからないときは繰り返して聞けるし、まあ教室で教員が喋ってるのはちょっとすいません、そこ聞こえませんでしたとは言えないけれども、まあビデオだったらできると。ですから意外とその若者のデジタルリテラシーとかも、まあ彼らは、YouTube 世代ですからね、そういうのもつまらなかったら飛ばしてもいいし、そこら辺にもうあの我々の方がついていけてないんじゃないかなというところはね、常日頃感じてます。なるほど、ありがとうございます。だから逆に言うとその使いにくくても、まあ、大阪大学オンライン教育ですけど、まあ、教育を始めるということになってるわけですけど、とにかく最初はいろいろクレームは来るけど、とりあえず使ってくださいと、サポートはしますからと、でそのサポートをいかにするかっていうところはですね、やっぱり、デジタルトランスフォーメーション、が起こるかどうかのポイントじゃないかと思ってます。なるほど。いや、まさに北大も似たような状況で、学内ではさまざまな調整を行われてるんですけども、まあ、そういったサポートというか、ある種の足場掛けというのは非常に重要なのかなと思いますね。今の観点、いかがですか、例えば小玉先生。はい、先ほど後半の話で、やっぱりコンテンツを作るということに関して、例えば国立大学の先生方は、ある意味こう、レベルの高い学生に接しているので、まあ、こう、そういった学生はですね、オンラインコンテンツが良いというふうになりがちなんですね。やっぱりそうではない学生はもういてですね、こちらはやっぱり最初にそういった指導をいろいろしなきゃいけないとか、まあ、オンラインコンテンツだけだと、やはりなかなか授業が進まないとか、そういった状況があるので、やはりコンテンツもですね、一つ作ればいいってわけではなくて、特に国としてやる場合には、いろんなレベルのコンテンツを作るとか、まあ、例えば教科書もそうですよね。レベルに応じて、実は2種類とか3種類あったりするわけなので、文部省の検定教科書もですね。だからそういった形に揃えるような形で、やはり、そんなバージョンを作らないと、こういけないんじゃないかな。このコンテンツ作れば終わりだとかですね、そういうことは実はなくて、あとリバイスもしていかなきゃいけないし、ということだと思います。まあ、そう考えると、ね、やはり予算と人員とすごくかかる話で、まあ、そういった形で、こう、長い目で考えないといけないかな、というふうに思っております。以上です。はい。ありがとうございます。はい、議論は尽きないんですが、実は私の方にですね、いくつか受講者の方、はい、受講者といいますか、参加者、ブークじゃないんでね、これ、参加者の方からコメントいただいてますので、画面共有で出させていただきたいと思います。ちょっとも羅列してメモ帳で書かせていただいてますので、どこまで見れるかって、ちょっとどこまでカバーできるかとか、私の方も口頭でやっていきたいと思います。まず、トーマさんという方から、たくさんいただいてます。ちょっとすべてカバーするのは難しいと思うんですが、例えばこの中で、ですね。一番のところは、まあ、文献をリストアップしていただきたいということなので、これはぜひ、諸団体で、カバーしていきたいと思います。二つ目ですね。学習歴に生かすには本人童貞をどうするかという問題がついて回ると思いますが、そのあたりはどのような解決策が取られているでしょうかと。まあ、つまり、ラーニングアナリティクスを進める中での、まあ、ある種のプライバシーの問題とか、まあ、学習者の同意の問題等々を含んでくると思うんですけども、何かこういったところで皆様の方からご意見とかありますでしょうか。私から申し上げると、これは非常に重要な問題なんですよね。まあ、これは大学においても実は同じなんですが、学生のある種のその同意をもとにきちんとデータを取ることがされていて、で、それが学生にとってきちんと意味があるような形でそれは活用され学習支援がするということでないと、むやみやたらにそう、データを集めたりすることは問題であると。あとは、まあ、これが一般に開かれた講座であれば、まあ、本人を同定しないにしても、まあ、その方がどういうふうな学習歴を持っているかですとか、まあ、どういうふうな学習をしているかってことを、まあ、取得しながら学習支援をしていいっていう、まあ、ある種の同意も必要ですし、そういったものがこう受け入れられるような枠組みを当然作っていかないといけないってことなんですよね。なので、いわゆる教育機関においてもそうですし、まあ一般向けの、まあ様々な教育の取り組みにはこういった問題についてもあるので、まさにこれという解決策はないんですけども、はい、いろいろな形で今アプローチされているというところかなと、ざっくり申し上げるとそうかと思います。
このあたりオープンマッチの話ですとかクレデンシャルのことにも関係すると思うんですけど、もし、岸田様、児玉先生の方からありましたらコメントいただけますでしょうか。オープンバッジですと、その自分が取得したものを公開するかしないかというのは学習者が選択できます。ですからオープンバッジを付与されても一切公開しないこともできます。学習者の側の選択になってます。ありがとうございます。はい、今、ご質問者から皆様宛にコメントが来て読み上げます と、そちらも大事なのですが、就職先に自分の学習歴を示す場合のカンニング対策も必要かなという点も興味がありますと。示す場合の何だっけ、どういうことか。カンニング対策、カンニング対策、これの、あとさらに追加できたんですね、同じ人か。なるほどなるほど。ちょっとこのあたりもし補足いただければ、はい、はい、今すぐということが難しかったら一回済ませていただいて、ぜひ追加でコメントいただければ大変助かります。はい、続いてこれ私の隣に座っている小林くんからのコメントなんですが、読ませさせていただきます。岸田様の発表で学歴ではなく学習歴ということかなり刺激を受けました。こうしたバッジはインセンティブとしてはいまいち効力が欠けるのではないかと個人的には思っていたのですが、学習歴という考え方が広まれば取得する意義も広まり、有料のコースを受講する学習者も増えるかと思います。海外も含めてデジタルバッジの発行が広まっているのは、とにかく流通させるということ、とにかく認知を得ることが一つの戦略になっていると考えることができるでしょうかと。はい、いかがでしょうか。はい、これはバッジを発行している研修というのが受講者がうんと増えてるんですよね。だから提供する側にとっても学習のインセンティブが強い結果、非常に効果的な講座を提供できているというプラスの側面と、学ぶ側から見ると今言ったような学習歴としてそれを活用していく、両面から大きく、もう本当にたった1年で2400万個になってしまったっていう凄まじい爆発にはいろんな理由があるのかなと思ってますが、はい、はい、ありがとうございます。まさにこの学習歴というのは私も大変興味深いなと思いまして、うん、まあ、つまり何かの学位を取った結果ではなくて、まあ、プロセスがきちんと残るんですよね。だからそういうところを、まあ、雇用者でしたり、まあ、自分がキャリアを築きたいところにきちんとこう見せることがプロセス含めできるというところが強みなのかなと思いました。いいですか。はい、まあ、確かにバッジはそう、学習歴プロセスの証明なのか、あるいはマイクロクレデンシャルでこういうこのことについてこの人はコンピテンシーがありますよっていう能力の証明なのか、これどっちと捉えるべきなんですか。バッジっていうのはいろんな側面があるんですよね、はい、知識の証明であったり能力の証明であったりコンピテンシーであったり、はい、それでアメリカの各大学で最初は卒業証明偽造できないっていうところが注目されて、はい、その次には履修記録として注目され、はいはい、さらに今はむしろコンピテンシーに注目されてるんですね、はい、だから先生がこの学生こんな力を持ってるよと。そうなんですね。だから非常に多様に発行されるようになってきたと思います。多分私はどちらかというとコンピテンシーベースだったらよくて、はい、学習歴というとですね、歴というとその、なんとかある一定の期間こういうことをしてましたみたいで、まあ、この、要するにその記録が大事じゃなくて、うん、はい、この人が今持ってるこの時点で、どういうコンピテンシーを持った人かを証明するものという扱いだと思ったんですけど、はい、そこも大変注目されてることだと思います。はい、でそういうマイクロコンピテンシーとかいろんなコンピテンシーを集めると結果こういう人物ですよという、まあ、評価ができる。そうですね、バッジはいくつか集めるとまた次のバッジっていうふうにまとめることもできます。はい、うん、ありがとうございます。先ほどトーマさんからいただいたご質問なんですが、ちょっと北大の方でも検討したんですけど、いくつか解釈あるかなと思っていて、例えばその、まあ、学習歴自体がこうデジタルに編集できてしまうので、まあ、そういった申請性の問題があるのかなっていうところなのか、もしくは何だっけ。まあ、何かそのネットを介してだと、その見ながら
問題を解いたり、なるほど、そのことをカンニングっていう、そういう、まあ、なんだ、例えばMOOCを取る上での、まあ、なんだ、いわゆる、まあ、チーティングというか、まあ、その、ズルをして、学者の、なんだ、バッチナリを取ってしまうんじゃないかってことですよね。はい。このあたりどちらなんですかね。まあ、そういった後者の、そういう評説対策というところでは、受講者が、変わっていないことを、例えば、キーボードのキータッチのパターンを使って検出するですとか、顔認識を使うと、技術的な、トライはいろいろやられています、うん。研究ベースでもかなりそこはありますね。うん、で、最初の前者のそういった、バッジの申請セットだと、これはまさに最近取り組まれて、まあ、ブロックチェーンを使った、バッジの裏付けみたいなところで、うん、そういう履歴がこう編集できないように、仕組みとして作っていくというところもあるのかなと思います。うん、そうですね。はい。すいません。はい。いいですかね。はい。いや、おっしゃる通りだと思いますけど、やはりまだ研究段階なので、進んでくるとそういったことは解決されるんじゃないかなと思いますと、まあ、今、山田先生の方で進められて、まあ、岸田様のところもそうですけど、進められているのは、そういったもののアプリがあってですね、アプリでこういつでもこうデジタルバッジを見せられるとか、そこの URL に飛ぶと、その URL を、例えば就職先の企業に送ると自分のバッジを見てもらうとかですね、そういったものがすべてデジタル化になっているという状況がまず第一歩かなという状況だと思います。で、それが進んでくるとさらにそういった、まあ、先ほどありましたけど、その個人の特定とかそういったことの、まあ、セキュリティの面も含めてですね、解決されていくんじゃないかなというのが、まあ、これからの研究じゃないかなと、まあ、それはでも近々ちゃんとすると思いますけども、はい、そういう状況だと思います。まあ、今例えばですね、大学で言いますと、もうすでに留学生なんかはコーセラとかですね、EDX の修了書を紙で送ってきたりして、まあ、何にも言ってないんですけど、勝手に送ってきてですね、それで私はこのコースを取ったよみたいなことを言うと、なんか留学しやすいんじゃないかって勝手に思って送ってくる人たちもいるぐらいなので、まあ、それよりはデジタル化してもらって、デジタルで送ってもらった方がいいんじゃないかなというのが今のところじゃないかなというふうに思います。以上です。なるほど、ありがとうございます。まあ、そういったところでは、まあ、デジタル化のメリットをいろいろ生かしていけるのではないかというご意見だったかと思います。はい。というわけで、実はいただいた質問にまだ全て答えられていないですとか、ちょっとそういう部分あるんですけども、もう間もなく予定時間を迎えるということもありまして、竹村先生、よろしければあれですね、最後に一言ずつこう今回登壇者、あと指定登壇者など含めていただいて締めるということでさせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。はい、はい、結構です。順番どうしますかね。私からいきましょうか。例えば、はい、最後竹村先生お願いしてもいいですか。わかりました、はいはい、じゃあ、私児玉先生、岸田様、竹村先生ということでよろしいですかね。はい、じゃあそういう形でやらせていただきます。はい。海外の指揮者のものを含めて、いろいろお話を伺って、改めて、まあ、オープンエデュケーションを日本でどういうふうに、まあ、生かしていくかということを考えたんですけども、まあ、やはり私は、この3組織の連携って非常に重要かなと思っています。つまり、まあ、それぞれが、まあ、違うセクターを見て、まあ、このオープンエデュケーション、まあ、オープンエデュケーションを広めればいいというだけではなくて、それをこういうふうに日本の社会の中に根付かせていくと、社会が良くなるのではないかというふうな考えを持って取り組まれていると思うんですね。で、そういう中で、まあ、今回、私自身としては、まあ、連携ますます進めていって、そういうことを実現しようと思いましたし、まあ、このオイージャパンをできるところは、まあ、繰り返しになりますけど、そういう、まあ、コミュニティの形成と、あとはこのオープンエデュケーションというやり方が、あなたのその大学の機関とか、あなたの企業とか、あなたの個人に、こういうふうな、いいことを、まあ、プラスすることができますよ。そういう見方を与えますよっていう、まあ、アイデアを、まあ、ある種植え付けていくというか、そういうふうな、取り組みが本当に重要かなと思います。まあ、組織としてオイジャパン非常に小さいので、アスカアカデミーですとか、ジェムクとか、あとそのプラットフォームを使う何かってなかなか難しいかもしれませんけど、まあ、ある種そういうボトムアップのところをしっかりやるための、まあ、何かの、こう、起爆剤として徐々に、立ち上げていくってことは非常によろしいのかなと、改めて、我々 OEJAPAN の役割として再認識したというところです。ありがとうございました。じゃあ、児玉先生、よろしくお願いします。どうも、今日は本当にどうもありがとうございます。まあ、私は先ほど言ったように、JMOOC として、国際連携の
特にあの海外の人と今つながることをよくやっておりまして、まあ国内の人とこうやって話すってこと実はあんまりなくてですね、非常にまああの議論ができてありがたかったかなと思います。で特に言いたいのはやはりアジアの諸国がですね、思った以上にまあすごくあの伸びておりまして、で特に今のコロナウイルスの関係で、動いているという状況で、本当は日本はですね、逆に日本と言いますか、こういった業界の人たちはチャンスだと思うんですよね。で特に日本でこうまとまるということも非常に必要で、まあ、タイムウークは、週に1回集まっているそうですけども、本当にそんな形で日本がこう連携してですね、もう毎日とか週に1回ぐらいこういったミーティングをして、日本としてはこういうふうにやってるんだよみたいなことをどんどん言っていかないと、ちょっと恥ずかしいかなというふうに思っているので、まあ、そのきっかけになるようにこの会議がですね、なっていただければすごく嬉しいかなという、まあ、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ岸田様よろしくお願いいたします。まあ、今回のようなことも通して社会全体のネット化っていうのが一層大きく進んでいくのかなと、そういう中での OE オープンエデュケーションの役割というかますます重要になるので、まあ、3つの団体が力を合わせる、で今日こういうあのイベントをやっていただいたこと自身が大変あの貴重なあのステップだったなというふうに思っています。で私どもが属しているネットラーニングは、あの、3つの団体、それぞれにも入らせていただいているので、皆様と一緒に OE の発展に力を入れていきたいというふうに思います。こういう機会ありがとうございました。ありがとうございました。では最後、竹村先生、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ちょっと最初から参加できなかったのは少し残念なんですけれども、ちょうど、JOCW の時も何回かオープンエデュケーションウィークに、いくつかの大学で集まって話をしたことがあるんですけども、あれはYouTube の配信なので、何人参加してるか何人聞いてるかあまりわからないんですけど、今日はたくさん参加いただいたし、これまたどっかから流れてる、あ、兄弟の OCW からも流れるという形でしたけども、はいはい、非常に有意義な意見交換ができたんじゃないかと思います。特にこの時期忙しいのにですね、まあ、私今吹田キャンパスから参加してますけれども、こういう打ち合わせができるっていうのは、まあ、まさにデジタルトランスフォーマーションの始まりだと思いますので、うん、今、岸田様からもですね、小玉先生からもおっしゃったように、こういう機会をですね、これからは定期的に持って、新しい、まあ、我々が積極的に情報発信をしていくということが本当に重要だなと痛感いたしました。はい。ありがとうございました。はい。それでは、ほぼちょうどお時間になりましたので、これにて終了させていただきたいと思います。これをもちましてですね、国際シンポジウム、世界と日本のオープンエデュケーションを終了させていただきます。本当にご多忙なくたくさんの方をお集まりいただきまして、また指揮者の皆様にはですね、忙しい中ご準備をいただいて、大変貴重なご意見をご質問いただいたと思います。でこういう機会で非常にこう3団体ですとか、まあ、このオープンエデュケーションに関わる、またこれから関わろうとする方々の進むべき方向、またいろんなアイデアの発見ということにつながったんじゃないかと思います。で、それぞれ3団体がですね、まあ、連携をし合ってこういう機会をまた続けていこうと思いますので、その際はぜひまたご参加いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではこれをもちまして終了といたします。大変ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。